千葉県千葉市中央区にある歯医者 MF デンタルクリニックの安田です。今回の質問ですが、40代ですが前歯6本がない状態でどのような入れ歯が良いでしょうかという質問にお答えしたいと思います。前歯6本ということで、とやはり審美領域と見た目を重要視する場所なので、やはりクラスプバネがかかってしまうとその金属がと目立ってしまいます。入れ歯っていうことがすぐ分かってしまいますし、と食べてる時に前歯だけ、そこの部分だけだと安定も悪いのでカパカパしてしまったりします。なのでとちょっと大きめに設計して奥歯にクラスプバネをかけるような形にして見た目を損なわないように作るのがちょっと大きめの入れ歯というのがいいのではないでしょうか。また、ノンクラスプデンチャーといってバネのかからない入れ歯というのも選択肢としてありなのかなと思います。この辺はいろいろ設計によって変わりますので、もしご質問がある方はコメントいただければお返ししたいと思います。